ということでね、今回は小早くに。やっていきたいと思います。じゃあ私が小早くの携帯で読み上げていきたいと思います。これ iPhone いくつですか？はい、わかりました。はい、ということでやっていきたいと思います。はい、ということで1つ目、ぱっと見何の動物に似てるか。これ自分のこと？あ、小早くが自分何の動物に似てると思う？自分チンパンジーだと思う。俺はやっぱりあの孫悟空かな。やっぱり私は何の動物に見えますか？チワワ。チワワ、やっぱり可愛いからね。みんなと会ったらしたいこと、何かやりたいことある？まあ楽しくしゃべりながらご飯食べます。俺が USG 行くんだけど、面白いですね。お互いに一言楽しみましょう。今日はなんかいいよ、お前。彼女ができたらどこに行きたいんだ？ハワイ。お前が決めるだよ。ハワイとか。ほらね、ハワイとか。綺麗な海みたいな。ああ、沖縄じゃ満足できないと。一回だけ行ったことある。沖縄巨人の公開場所。なんで沖縄で進撃の巨人なの？スウェットに入って良かったこと。どんな人と出会えたこと？いろんな人と出会えたこと。なるほど、素晴らしいじゃないですか。なんだっけ、そのジャニーズのサヌー見てるって言ってた山田涼介。山田涼介めっちゃ、ね、なんかスタヌーとやったらしいですね。で、一緒にマスター行ったらしいです。一緒にマスター行った。最高記録が19キロでなんか4800ダメージらしいですよ。ハモさんよりはるかに。なあ、そうです。ちょっとね、はい、顔も歌もダンスも。はあ、なるほど。そうです。はい、人間性もそうですか。はい、ちょっと凝らしましょう。はい、ちょっと、はい、続いての質問です、はい、今の目標は何でしょうか？今の目標は、はい、コピー。第一印象。第一印象。なるほど、ありがとうございます。今後も3、みんなの第一印象。ここにいる3は、うん、首周りに肉があるというか、なんかね、うん、ゴロッとかな、ほんとに。セリンさんは、はい、本当に動画に見てる感じとか、全然テンションとかあんないし、うん、はっきり言う。はっきり言う。まあ、本当に言うと、いい人。いい人、いい人って言われてる。素直で。ね、じゃあ、あそこ、こちらの二人は、どうですか？じゃあ、一応サングラスかけて。怖いの？ただ、どうですか？あそこの二人。本当にこれ見てる感じ、動画に見える感じ。バカみたいなやつだと、本当に私もそう思います。本当にバカみたいなやつだなと。ほら、もう本当に本当にね、本当に一中時に。自分は、はい、なんもないっすね。なんもない。なんかあるよ。普通の女。そこにね、そこのらへんにいる女。上野は。で、お耳はバカだなと。なるほど。何してんのあれは。バカですね。バカですね。やめましょうでした。はい、ということでね、こちらに戻ってきました。何プリンが好きですか？プチプリンです。プチプリンなの？プチプリン以外に食べたことはないですか？なめらかプリンとかじゃない？なめらかプリンはですね、クリームが美味しいんですけど、はいはいはい、キャラメルの部分がちょっと甘くて、なんか気によるかな。プリンは甘い方がいいでしょ。私はなめらかプリンの方です。なめらかプリンはキャラメルがちょっと。なるほど。ああ、なるほど。じゃあ今日はなめらかプリン食べましょう。はい、はい、ありがとうございます。スウェイクランで一番好きな人はということで、重要ですよ。スウェイクランの中で一番好きな人は。よくある質問だね、これ。全員好きなんですけど。イエスは天才だと。天才だなと。頭の感覚、回転が速い。回転が速い。スウェイクは？秋は、うん、本当にやってること。うん、なんかやらかすことも多いし、なんかそうだね。だけど今日も怖いですね。何やらかすか。真面目な面も、うん、いい子だな。今日なぜこの服を選んだか。今日アディダス着てると思うんですけど、今日はなぜこの服チョイスですか？これは私のお気に入りのスパイダーマンだから。じゃあ基本的に私のお母さんが、うん、
これであの、いい服だね。なんかうちのお母さんよりはセンスがいいですね。そのプランの中で誰となら付き合える。パパ活でなお前なんていう言葉言うんだろうよ。ペガサス、おー、え、なんでペガサスインスタグラムの中で一番なんか落ち着いてるでも落ち着いてる人は付き合うどうですか、それなんか性格面とか、なんかいろんな面考えるとやっぱりペガサス、落ち着いてる方が好きなんだね、この絵は。自分の好きなところ、マイペースで、あの時は甘み出されるお前、暗すぎだろ、みたいさ。もう少しさ、ワントーン上げて喋った方がいいじゃん。このぐらいですか。うん、そのぐらいでいこう。コナヤ君のリアルな雰囲気、ディスコで話したからね、あの顔出しで。え、でも思ったより背が高い。俺のイメージしてたみんな、やっぱりまだ小6ぐらいのイメージだったんだけど、それより大きい感じかな。中学生って結構でかいね。どうですか、ジュスにはどう思った。何がでかい。何がとか、なんで聞くんだろうな。どうですか。イエス。何言ってんだお前、本当に。これだけは無理っていう女性の特徴は、そちらに女性の方が出るんですか。なんか他人のことを考えない、なんか、うん、ずっと騒いでる女とか、人のことを考えずにずっと喋ってる女子は。まあね。そうね、そうですね。学校の女子は本当に。うん。大丈夫だ、隣のこんな人たち。このポーズ嫌いです、本当に。好きな女の子のタイプは外国人。このような画が強い外国人。髪の毛は黒でさ、ほう、静かな人。静か、まあ、純日本人。純日本人、なるほど。大和なでしこっていうことですか。はい、なるほど、本当に分かったと思う。リズアートについてどう思うか、まあ、リズアート選手いますよね。うまいっていうか、まあ、勇気づけられる、はいはい、そういうプレーを見て、はい、本当にすごいなと思って。真面目か、本当に真面目です。次の競技シーンとかでは、はいはいはい、アジアのトップや世界のトップになってほしいです。なるほど、ありがとうございます。日本に付き合ってって言われたら付き合いますかということでね。どうでしょう、このリアルで会ってみてどうでしょう。どうでしょう、年が離れてる、はい、そもそも年が離れている。付き合ったとしたら、はい、ほら、捕まるんです。ほら、捕まる、はい、年的にあれじゃないですか。いや、でも恋愛に年齢は関係ないということで、自分が本当に好きだったら、はい、はいはいはい、なるほどね。何してるんでしょうね、本当に。自分でかっこいいと思った瞬間、私毎日、私は毎日だと日、うん、画が強いな、本当に。鏡に映った瞬間、お前名言かよ。鏡に映った瞬間何ですよ、これ。サイクランのみんなと出会えてよかったって思う瞬間。状態ロッキーとかあったじゃないですか、高木。あ、状態ロッキー、あー、高木がね、クラン抜けるみたいなね、うん、本当に、うん、になって、その時、うん、まあ、泣いちゃったんですよ、うん、泣いちゃって、まあ、本気に泣けるっていうか、うん、分かるとかする時になってる人と出会って、うん、よかったな。あ、よかった、なるほど。いいこと言いますね。真面目です、本当に。非常に真面目です。一番好きな YouTuber は誰ですか。あと日本のトップになるのはいつですかね。らしいです。好きな YouTuber は、はい、タモリさん以外ですよね。最近見てるのでも、はい、シュラとかアドマンとか。みんなの顔を見て一言。でも全員普通に整ってて、整ってて全体的に見て全員が高いなと思います。なるほど。私から出すの、はい、好きなアニメ。なるほど。好きなアニメはですね、はいはいはい、小学校ぐらいにハマったんですけど、ソードアートオンラインです。乃木坂ポテトソードアートオンラインか。ノーベッドリーの新発展のご利用ください。ソードアートオンライン嫌いすぎでしょ。最後、今後の目標、はい、有名な曲かとかか、はい、機会があったら、はい、テレビ関係とかそういう、はい、テレビに、なるほど、なんか仕事とかできたらいいなと。なあ、そういう夢に近づけたらと。ということでね、今回はリアル質問コーナー、コメントバージョンということでありがとうございました。